はい、こんにちは。今回はマルゼンのガス風呂バックガン P38AC40 のブラックメタルバージョン、その、パート2ですね、になります。例によってね、今回はじっくりと家族でこの名銃をね、堪能してみました。その試射結果をね、中心にね、お知らせすることになると思います。はい、じゃあ早速ね、パッケージもちょっと確認しましょう。で、前回のね、動画でほとんどこの辺詳しくやってると思うんで、まずびっくりするのは、お値段ですよね。はい、しかもね、マルセンさんの場合はこれ出すまでに時間がかかった分だけ展開もそこそこ丁寧、しかもこのパッケージがね、素晴らしいですね。で、前回動画ではこの程度の試射結果をご覧に入れただけになりました。まあ、なかなかね、いい感じで集まりそうだなと。これどちらも5メートルですから、そんな気をさせてくれて、今回のパート2になったわけです。パッケージはね、簡便なものです。はい、 BB をのバレルから抜くためのものとね、レンチと、こんな感じですね。ただ取説がやっぱりマルゼンさんのやつ、別のモデルでもお話ししましたけれども、内容素晴らしいんですけれども、字が小さいと。私なんかの場合だから、これを全部写メしてね、大きくしてモニターで見ればいいんだろうなと思っていますけど、私は一応ね、老眼鏡をかけてこまごまこまごまと読んでいますけれども、本当に丁寧にね、書かれていますね。情報量めちゃくちゃ多いですよね、これね。おもちゃの取説ではないですよね、少なくともね。はい、すげえなと思いながらね、拝見しました、今回。それとね、前回お見せしたかどうかちょっと忘れちゃいましたけれども、これね、よく読んでいくと結構面白いんですよ。はい。ここね、1番ね、色落ちが起きますよと。エッジ部の黒色が落ち、立ちの銀色が出るという、ブルーイングスチールのようなエイジングの雰囲気をお楽しみくださいっていう感じですね。はい、当然ね、擦れますから、この辺のところとかがね、だんだん色が変色してきますよと。まあ、要するに、剥げてきますよというようなことがね、ここに書かれています。非常になんかね、同じようなことウェストアームズさんのもよく出てきますけれどもね、なんかマルゼンさんのってなんかほのぼのしてますよね。はい、どっちがいいとか悪いじゃないですよ。はい、で、今のところね、チャンバーの上部別に今のところ大丈夫ですね。そんなにね、擦れなかったですね。練習と本番含めて、そうですね、1人100以上打ってますけれどもね、大丈夫でしたね。で、これね、やっぱりこのギミックですけど、ね、はい、こう下げちゃうとこう引っ込んじゃうんですけど、やっぱりこの状態の時にローディングインジケーターがちらっとね、見えてるのってやっぱり嬉しいですね、不安にはね。はい、さて、ちょっと外観ね、もう一回ね、舐めるように見ちゃいましょう。はい、ここですね、やっぱりワルサーの特徴的なこのね、噛み合わせたパーツの構造、はい、これうまくテカるように今映しております。ねえ、で、マルゼンさんのモデル、ハンマーを起こすとね、ほら、なんかリアルな感じなんですよ。で、サイトピクチャーがやっぱりね、これは某アニメでももう散々ね、ドアップで見せられちゃいましたからね、これは良かったですね。はい、そしてこの辺り、ブラックメタルっていうだけあってね、で、またあえてそれにね、このグリップも黒っていうところでね、まがまがしさがありますね。モールドとはいえね、非常にいろんな部分がね、綺麗にね、造形されていて、見てください、このピッカピカね。撮影用のライト結構いっぱい使ってるのが分かりますね。なんかこの辺うまく消す方法ってあるんですかね。まあいいや。はい、で、マガジンにもちょっと気になるこの刻印ということですね。しっかり刻印も入ってたり、よくできてますよね。マガジンはね、単列断層なんですけどもね、全然問題ありません。はい、ガス漏れもなく丁寧にね、綺麗に動いてくれました。で、ワルサーといえばこのね、ガバッとこう引いた時のこのロッキングブロックあたりのこの構造、そしてこのバッと開いたね、はい、スライドですね。これだけでご飯 2,3 杯いけますね。はい、本当見飽きないですね。私今自分でしみじみ見ちゃって申し訳ないんですけどね。はい、ということでね、じゃあトリガープルとかね、初速とかね、測っていきたいと思います。おさらいでね、まず重量をね、見ていただいて、
730g、 まあマガジンも助けてくれてますけれども、モデルガンとしても楽しめる重さですよね。トリガープル、シングルアクションのみですね。ダブルはちょっと測定は控えたいと、控えたいというか省略したいと思います。 0.77 ね、グイッとこんな感じで見る。2回目は0.87。 こうなると3回で中央値を出さなきゃいけないんだろうな。0.91、 だんだん重くなってますね。まあそのぐらい、 0.8 だから 0.8 から 0.9 ぐらいだと思っていただければいい。はい、実際は遊びがこんだけあります。これを引き絞っていくと、指先でやりましょう。ここで抵抗が始まります。ここでこんな感じです。なんかね、ぐしゃぐしゃって感じですね。ピシッと切れる感じではないですね。銃口でね、どのぐらいブレるかを確認してください。そんなにブレないですよ。それは今回試射結果も示してくれていると思います。さて、一応初速もね、また測っておきましょう。ガスは入ってると思いますんで、弾はね、S2S の 0.25g 測定します。あ、結構あるね。 0.66j ありますね。はいはいはい、0.64、 うん、はい、0.62 と、コールドオープンしたからかな、 0.58 ということになりますね。 0.58 から 0.66 ぐらいまでですね。いずれにしても法定範囲内ですけれども、はい、なかなか思ったより威力ありましたね、パワーがね。あ、いけね。ちょっと今指で触っちゃいましたけれども、今温度は、マガジンの表面温度は24度です。ですから、もう晩秋ですけれども、真夏になるとそこそこいくのかもしれませんね。来年ね、覚えていれば夏場、覚えていても私もね、健在だったらな、夏場また打ってみたいななんて思っちゃいますね。はい、ではね、気になる試射結果の方、今日のメインです。はい、ご紹介していきたいと思います。前回はね、こんな感じでご紹介したということですね。なんかこれなんか見ると、ちょっと着弾点は別にして気になっちゃいますよね。これはちょっと真面目に打ってみたら楽しいんじゃないかななんて思っちゃいますよね。で、打ってみました。練習はね、これがね、13発ぐらいしか減らないんで、練習はね、だから24発、12発ずつぐらい、1人2マガジンやって、で、ブルズアイターゲットに向かった結果がこちらでございます。ちょっとアップにします。はい、どうしたっていう感じですね。私の方はね、もうかみさんもね、こんなに集めて、さっきのやつとね、ほぼこのデータ通りですよね。こっちの方に近いですね。このコイン、この感じでね、集まってきますと。はい、私は何をしてしまったんでしょうか、こいつ特にね。で、せがれもやっぱりかみさんと同じようにやっぱり集めてきましたね。2人ともスコア的にもね、34、36と、私も頑張って30まで行ったんですけどもね。はい、ここで燃え尽きております。今回は多分ね。次、7.5m になった。お、こうなるとね、さすがにね、少しね、散り出しましたね。こんな感じでね。ね、これが木星だとすると、こうガリレオ衛星のね、並びっぽいですね。はい、せがれの方がちょっとね、中心にね、より集めたということで、ね、はい。ただ、2人で13点と。ちょっとね、7.5m はね、物足りなかったなって気がみんなしましたね。で、右の片手です。はい。ここで神さんはちょっとね、トリガートラブルが起きました。で、誰が、っていうか、私がどうやってもそのトラブル再現しないんで、なんか魔法の引き方をしてますね、あいつはね。はい。まあ、全然ダメですね、これ。まあ、それでもまあ、いい勝負か。片手でね、右の片手で。こんな感じですね。
で左の片手になると、まあ、これもなんかね大したことなくってね、みんなね、はい、で、7.5 メートルの右の片手、もうこれにつきますね。これはだからフロックじゃないんですよね。結構かみさん最近うまいんですよ。で私何やってんだっていうことですね。はい。で、それからもここにしか入らないということで、平均が18ということで、我が家の名獣には入れませんでした。残念ながら。やっぱり長距離 7.5 メートルになった時の集団性の悪さが響いちゃいましたね。でこれが5メートルからの集団性です。はい、やっぱりねかなり散ってるんですよ。見てください。こんなこのぐらいに収まったはずなんですけれども。でみんな口々に練習の時もっと、練習の時にはこのペーパー使ってますから、練習の時にはほとんどここにだって集まってたんですよね。全部それより開いてしまってるというのがね、ちょっと謎だなっていう感じですね。はい、整備不足なのか、あるいはガス圧が安定しなかったのか、あるいは我々の打ち方が。でも3人とも一緒にっていうことはなかなかないんでね。だから10発打ってるんですけども、全部10発入ってない人もいますね、私のみたいにね。はい、ということで残念ながらね、実射性能はねそんなに素晴らしいものではなかったですね。ここのとこね、かなりいいのがね随分続いちゃったんで、そういうのから見ると遜色はちょっとあるんですけれども、ただ我が家で、やっぱりウエストアームズのやつが非常に多くなってるんで、そんな中、マルゼンさんのこの P38 シリーズとしてまだいくつかあるんですけども、前回のキャロムのやつはやっぱりキャロムショットさんのカスタムは素晴らしかったところもあって、まだまだねこれ当たり外れあるのかなというふうに思いました。ということで、もちろん機会があればね、まだまだこのマルゼンさんのね P38 プロバックシリーズ、それとねマルゼンさんといえば PPKS とかね、はい、あのあたりもねどんどんこれからねまだまだ、引っ張り出して打ちまくってみたいなと思う今日この頃でございます。結果は残念、ちょっと残念な結果になりましたけれども、まあルックスでね存在意義ありありですんで、これからもね大事にコレクションしていきたいというふうに思っております。ということで、今回はマルゼンさんのガスブローバックガンワルサー P38、はい、ブラックメタルモデルのパート2ということでね、ブルーズアイターゲットでしっかりとね家族で打って実力を探ってみました。ではまた。